おお、おお、はい、皆さんこんにちは、市岡元気です。もしこの実験が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。でね、結構プレミア公開もしてますので通知をオンにしておいてもらうと僕と一緒にね、動画の解説しながら見れますので通知をオンにお願いします。はい、ということでね、今日も実験進めていきましょう。今日はですね、ドラクエウォークがとてもね人気ってことと、本日ですね、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて S というものがね発売されるということで、いろんなところでねキャンペーンやってますよね。でローソンだと、なんだろう、スライムわらび餅とか、あとメタルスライムわらび餅とかね、いろいろあるんですけどね、前から思ってたんですけど、メタルスライムって溶かしたらはぐれメタルにならないのかなって前から思ってました。これなんか溶かしたらこれになりそうじゃないですか。これね、溶かしてもいいんですけどちょっと怒られそうなので、自分でメタルスライムを作ってそれを溶かしたらこのはぐれメタルになるのかやってみたいと思います。お家でもねできる実験をそろそろ見たいっていう要望もあったので、まあお家でもできる感じにしたいと思います。こういうね金属はバーナーとかじゃないと溶けないんですけど、もっとねお湯とかで溶ける金属があります。それはですね、こちらです。低融点合金チップって書いてあります。まあ低融点合金っていうのは、まあその名前の通り低い融点、つまり温度が低くても溶ける金属。合金っていうのはいろんなものが混ざった金属ですね、合成された金属のことです。いろんなものが混ざると融点、固体が溶ける温度が低くなる性質があります。昔青銅時代っていうのは銅だけだと融点が1085度なのでなかなか溶けないんですけど、錫っていうね融点が232度の物質をねちょっと混ぜてあげると1000度までいかなくてももっと低い温度で簡単に溶けるようになるんですね。それで昔ね青銅器っていうのは金属がね低い温度で簡単に溶けるようになったので青銅器が広まったわけです。これはですね47度で溶けます。間もなくねクリスマスなのでね、ぜひねお父さんお母さんにねクリスマスに買ってもらってください。お値段は 200g、 これだけ入って15,120円となっております。これあればねずっと遊べますからね。インジウムっていうねなかなか取れない金属が入っているのでとても高くなっております。スライム型の製氷皿があったので、これにですね低融点合金を入れてスライム型を作ってみたいと思います。まず開けます。ビーカーに入れます。お湯にお湯を入れます。はい、そうすると早っ、あら一瞬で溶けました。はい、金属なのにねこんな簡単に溶けちゃうんですね。はい、ではここに入れていきます。そして蓋をします。追加でね注射器ですって入れていきましょう。はい、入りました。ではこれでちょっと水で冷やしてみます。さあ冷やし終わりました。ではねこれをね開けてみたいと思います。さあどうなってるのか。じゃじゃん、すごいメタルスライム3体、メタルスライム3体で揃いました。ちょっとまだなんか光沢が薄いかな、ちょっとヤスリでヤスってピカピカにしてみましょうか。なんか最近こんなねメモ帳みたいなヤスリもあるんですね。すごいおしゃれな、こうやって外して、おお、なかなか光沢が出てきました。あとはですね、な金属磨きでねちょっともう少し磨いてみたいと思います。はい、どうでしょうか。低融点合金のメタルスライムができました。これを溶かして本当にはぐれメタルみたいになるのかやってみたいと思います。はい、ではいよいよメタルスライムを溶かしてはぐれメタルになるかやってみたいと思います。じゃん、この上で溶かしましょうか。はい、目標はこんな感じですね。いきます。
おお。おお、すごいですね。いやー、途中ね、やっぱちょっとはぐれメタルっぽくはなりましたね。でもそもそもはぐれメタルってバブルスライム、あの毒のスライムの派生系なんですよね。なんか下からまあ毒なんでポコ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 ってなんか蒸発したような空気が溢れてるんですけど、ちょっとね、まあ蒸発させるには下から炙らなくちゃいけないんで、そのパターンも一個やってみますか。はい、今度はですね、下にコンロを用意しました。コンロで下から炙れば下から溶けてはぐれメタルみたいになるのかなと。そしてポコ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 熱さでね蒸発するくらいにはなるのか、やってみたいと思います。でせっかくなんでね、目玉をつけてみたいと思います。気持ち悪っ。じゃん、目がついたらより可愛くなりましたね。では今度こそはぐれメタルみたいになるのか、やってみたいと思います。いきます。ほう、下から溶けていって、どうなるのかな、こっちに。さあ、だんだんと鉄板がね温まってきますね。お、来た、ちょっと一回止める。おお、わお、来ましたね。あ、角がなければはぐれメタルじゃないですか。おお、すごい。ちょっとね、この角が角がねちょっと違うんですけどね、角がなければもう完全にはぐれメタルですね。これはすごいですね。いやー、思いっきりはぐれメタルできましたね。じゃあこれをもっと熱し続けたらどうなるのか、ちょっとやってみましょうか。大体でも金属の沸点っていうのはめちゃくちゃ高そうですよね、合金だったとしても。まあボコボコはしないのかな。あとカメラが熱くて大丈夫かな。お、え、おお、あら、やば、あ、ポコポコしてる。あら、おお、やば、お、めちゃくちゃはぐれメタルじゃないですかこれ。はい、ということで本日の実験はいかがだったでしょうか。すごいですね、やっぱりメタルスライムは溶かすとはぐれメタルになるんですね。いや、前から思ってたんですけどね、なりそうだなと思って、面白かったです。あ、皆さんは面白かったでしょうか。今日はですね、低融点合金というものを使いました。合金というのはいろんな金属を混ぜ合わせた金属ですね。いろんな金属を混ぜ合わせると融点、溶ける温度が低くなったりした低融点合金というものを使いました。逆にですね、いろんな金属を混ぜ合わせて超高温に耐えうる超耐熱合金というのも開発されています。とてもね、熱に耐えなくてはいけない飛行機のねエンジンとかに使われたりもしています。そういうのもね、日本はね、どの金属をどの割合で混ぜたらいいのかなとかをね計算で出したりして、とても日本はねすごい技術を誇っています。これからどんな合金が生まれるのか楽しみですね。
はい、もし面白いと思ったらね、ぜひねチャンネル登録と高評価お願いします。あとねプレミア公開もよくやってますので、通知をオンにしておいてもらえるとプレミア公開の通知がいきますのでね、一緒に科学の原理勉強できたらと思います。はい、あとツイッター、インスタグラム、フェイスブック、いろいろやってますので、そちらの方の登録もお願いします。あとねコメント欄にね、こういうアニメのとかね、ゲームのとか実験技とかね、再現してほしいとかあったらね、コメント欄に書いておいてもらえればね、そういうのもやってみたいと思いますので、ぜひコメントもお願いします。